演舞開演。どうも本日はこちら玉露園のお得用梅昆布茶を飲んでみたいと思います。減塩タイプは飲んだことありますけど、お得用って初めて飲む気がしますね。で、梅昆布茶体にもいいのかな。早速入れてみました。というわけでお湯を注ぎます。あら、ちょっと少なかったかな。あ、いいか。混ぜます。わ、梅の香りがすごい。混ぜ終わりました。梅の香りがすごいです。では飲んでみたいと思います。そう言われればそうですね。あなたは初めてだ。梅の香りがすごく効いていて、それでも昆布の旨味は消えていません。2つがうまく合わさっていて、とっても美味しかったです。料理にもいろいろ使えるみたいですし、もっと活用していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。